最近さ、なんか、ゴロゴロ期間、ちょっと暇で、YouTube とか、TikTok を見てたんだけど、その時、見つけたんですよ。プロデュース101。アイドルオーディション、アイドル、アーティスト、アーティストオーディション見つけは、はまんない、はまんないって思ってたら、気づけば、気づけば、どんどん沼に、どの沼に、そう、そうなんだよ。歌って、踊って、頑張ってる子を見るのって、最高なんだ。オーディション系好きなのかもって、最近思ってしまっている。いやー、いいですね。なんか偉い。頑張ってて、偉すぎる。推しはね、待って。まだ決めてない。まだ推しは決めてないんだけど、めっちゃ、あやねちゃんが流れてくるから、そう、パッて思い浮かぶのが、あやねちゃん？あと、エビハラ、すずみちゃんとか、すごく、流れてきちゃって、魅力的すぎて、すごい、やばいんだけど、はい。ね、いいんだよね。あれ、圧倒的顔が好きなのは、ランちゃんかな。ランちゃんのお顔がめちゃめちゃ好きだ。あとめっちゃダンスも上手で、何でもできますもんね。あの子。いやー、いいよね。いいわ。なんかめっちゃすごいね。練習風景とか、練習生の、練習生の、運動みたいな。なんて言うんだっけ。トレーニング、そう、トレーニングを見ると、マジで、えぐいみたいなトレーニングしてたりして、そう、レッスン、すごすぎて、やばいって思った。でも私も、ダンスとかできるようになりたいなって思ってたけど、なんか、ダンスとかできるようになりたいなって思ってる自分が本当に申し訳なるレベルで、なんか、オーディション番組だと、それこそ、ダンス、未経験の子もいたりするんだけど、でも、未経験のはずなのに、なんでこんな上手に踊れてるの？みたいな。あの時、全然踊れてなかったよねみたいな。踊れてなくて、めっちゃ怒られて、しょぼんってしてたよねみたいな子が、もう本番になると、めちゃめちゃゴリゴリにダンスしてて、すごい頑張って偉いってめちゃなって、私も頑張ろうって思います。思いました。いや、すごいよ。すごいね。いや、ちょっと沼ってる。沼ってます。はい。オーディション番組に、沼ります。で、その流れで、ルセラフィーム言えなくてごめん。ルセラフィーム宮脇桜さんがいるところにたどり着き、私昔、宮脇桜さんめちゃめちゃ好きで、AKB 総選挙、宮脇桜さんめちゃめちゃ応援してて、ちっちゃかったから、その投票とかはできなかったけど、で、マジで応援してて、宮脇桜さん、桜さん頑張ってって思って、そう、桜さん頑張ってって思って、そう、HKT の子なんだけど、めちゃめちゃ応援してて、で、いつからか、AKB、私 AKB とか離れて見なくなっちゃったんだけど、そう、その宮脇桜さんが今、韓国でアイドルしてる。で、まぁ、ちょっと、ちょこちょこと、
は聞いてたんだけど、がっつり見るのは初めてで、で、それで、見てみると、すっごい、なんか綺麗な大人の女性になってて、で、すごい美しくなってて、すごいなと思ってて、で、なんかしかも、プロって呼ばれてるらしいね。宮脇プロ。なんかすごいプロ意識が高くて、めちゃめちゃプロって呼ばれてるらしくて、いや、すごすぎるか。って思いました。なんかそれも、プロデュース48? で、オーディションから、なんか、韓国に行ったみたいなんだけれど。いや、オーディション番組って、すごいね。めっちゃすごい。やばい。やばいです。ちょっと、まずい、沼ってるかもね。ちょっとね。まだ小指の足先使ったくらいだけどね。うん、うん。